小泉役も、小泉役も、小泉役も、1850年6月27日から1904年、明治37年9月26日は、ギリシャ生まれの新聞記者、探訪記者、気候文作家、随筆家、小説家、日本研究家、日本民族学者。東洋と西洋の両方に生きたとも言われる。出生名は、パトリック・ラフカディオ・ハーン。ラフカディオが、 一般的にファーストネームとして知られているが、実際はミドルネームである。アイルランドの守護聖人、聖パトリックにちなんだファーストネームは、ハーン自身キリスト教の教義に会議的であったため、この名をあえて使用しなかったと言われる。ファミリーネームは来日当初、ヘルンとも呼ばれていたが、これは松江の島根県立中学校への赴任を命ずる事例に、ハーンを ヘルンと表記したのが広まり、当人もそのように呼ばれることを非常に気に入っていたことから定着したもの。ただ、妻の節子にはハーンと読むことを教えたことがある。ハーンもしくはオーハーンはアイルランド南部では比較的多い姓いである。1896年、明治29年に日本国籍を取得して小泉役元と名乗る。薬もは 一時期島根県の松江市に在住していたことから、そこの旧国名、両政国である出雲国に係る枕言葉の役も立つにちなむとされる。日本の会談話を英語でまとめた会談語を出版した。母がシチリア島、またはマルタ島生まれのギリシャ人でアラブの地も混じっていたらしく、後に役も自身、家族や友人に向かって自分には 半分東洋人の地が流れているから、日本の文化、芸術、伝統、風俗習慣などに接してもこれを肌で感じ取ることができると自慢していた。父母を通じて地球上の東西及び南北の地が自分の中に流れているという自覚が、ヤクモの生涯と文学を特徴づけている。異国情緒を求める時代背景もあったが、ヤクモは生涯を通じてアイルランドから フランス、アメリカ合衆国、西インド諸島、日本と浮草のように放浪を続けた。かつ、いかなる土地にあっても人間は根底において、同一であることを疑わなった。新シシティでは州法を犯してまで、根欠国人と結婚しようとし、後に、小泉説と家庭を持つに際しても、何ら抵抗を感じなかった。2016年11月。 愛知学院大学の教授によって1896年、明治29年当時の英国領事の書簡をもとに、下、研究論文が発表され、小泉役もがイギリスと日本の二重国籍だった、可能性が高いことが示唆されいる。後日、1850年、当時は、イギリスの保護領であったレフカダ島、1864年に、ギリシャに、編入にて、 イギリス軍医であったアイルランド人の父チャールス・ブッシュ・ハーンとレフカダ島と同じヨニア諸島にあるキティラ島出身のギリシャ人の母ローザカシマティのもとに出生。記事レフカダ島からラフカディオというミドルネームがついた。父はアイルランド出身でプロテスタントアングロイコールアイリッシュである。イギリス軍の軍医少佐としてレフカダ島の町リュカディアに駐在中、キティラ島。 イタリア語読みでは、セリゴ島の裕福なギリシャ人名詞の娘であるローザカシマティと結婚した。カシマティはアラブの地が混じっているとも伝えられる。ラフカディオは三人男子の次男で、長男は溶接し、弟ジェイムズは1854年に生まれ、後にアメリカ合衆国で農業を営んだ。1851年、父の西インド転属のため、この年末より、 母と通訳代わりの女中に伴われ、父の実家へ向かうべく出立。途中パリを経て1852年8月、両親と共に、父の家があるダブリンに到着。移住し、幼少時代を同地で過ごす。父が、二ン度に赴任中の1854年、精神を病んだ母がギリシアへ帰国し、間もなく、離婚が成立。以後、ハンは両親にはほとんど会うことなく、 父方の王場、サラブレナン、家は、レインスタークエアー、アッパーレッソンストリート交差点に、厳格なカトリック文化の中で育てられた。この経験が原因で、少年時代のハーンは、キリスト教嫌いになり、ケルト・ハラ教のドルイド教に傾倒するようになった。フランスやイギリスのダラム大学の教育を受けた後、1869年に、渡米、得意のフランス語を生かし、 20代前半からジャーナリストとして頭角を表し始め、文芸評論から事件報道まで広範な序述で好評を博す。1890年、明治23年、アメリカ合衆国の出版社の通信員として来日。来日後に契約を破棄し、日本で英語教師として教鞭を取るようになり、翌年結婚。松江、熊本、神戸、 東京都教を移しながら、日本の英語教育の最先端で尽力し、欧米に日本文化を紹介する著書を数多く残した。日本では、うげつ物語、こんじゃく物語などに題材を取った、最和文学でられる。私生活では三難化詰めを設け、長男には、アメリカ合衆国で教育を受けさせたいと、考え自ら熱心に英語を教え、当時、 小石川区三尾谷に住むイサムノ口の母、レオニー・ギルモアの英語の個人教を受けさせた。1904年、明治37年に、狂心症で死去。万54歳ボー彼が、松江時代に居住していた住居は、1940年、昭和15年に、国の史跡に指定されている。東京帝国大学名誉教師となった日本、研究者で、 ハーンとも交友があったバジルホール・チェンバレンは、ハーンは幻想の日本を描き、最後は日本に幻滅したとした。ハーン研究者でもある、比較文学者の平川助博は、チェンバレンの説に反対して、ハーンは日本を愛し温かい心で日本を描いたと、した。しかしやはり比較文学者の太田雄造はこれに対し、B.H. チェンバレン、リブロポートや、ラフカディオ・ハーン、 岩波新書の書中で反論した。また、ヒューガは、大田と同じ研究室、東大大学院、比較文学比較文化出身の小屋の厚氏は、著書、東大駒場学派物語において、近年のハーン皇帝論者の多くが、同研究室の関係者であることを指摘している。平川も、ラフカディオ・ハーン、ミネル場所棒で、ハーンの筆致に一部誇張があったことを認めているが、 現代の日本での支持は高い。1904年の著作、ジャパン、アンアテンプトアットインタープリテーションは、太平洋戦争中、アメリカ合衆国の対日本心理戦に重要な役割を果たしたとされる。当時のアメリカ軍巡将であり、ダグラス・マッカーサーの軍事初期間、心理戦のチーフであったは、当時のアメリカ合衆国が利用できる。 日本人の心理を理解するための最高の本であったと述べという。もう、参照のこと、長谷川武次郎が刊行した日本昔話シリーズのうち5作品が役もによるもの。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。